キスマイフット2の北山博光です。最近焦ったこと、焦って唐揚げを食いすぎて、喉に詰まらせて死にかけました。よかった。千賀です。最近焦ったことは、知らない人に久しぶりって言われたことです。宮田俊也です。最近焦ったことは、うちの藤ヶ谷くんの映画を見に行った時に L サイズのポップコーンと L サイズのコーラ持って映画館入った瞬間に、お、宮田だって気づかれました。焦りました。どうも、横尾渡です。最近焦ったことは、寝てる時に鼻呼吸から口呼吸に変わったことです。宮田大輔です。テーマをさっき聞きまして、今何も思いついてない、今が一番焦ってます。すいません。玉森です。俳優の高橋勉さんにご無沙汰してますと言われましたが、初めてでした。どうも、二階堂隆です。最近焦ったことは、トイレットペーパーを切らしてしまったことです。さあ皆さん、この後 M ステ見てね。見てね。